はい、お時間になりますので、そろそろ、始めさせていただきたいと思います。OSS で作るオープンスタックの監視システムということで、NTT ソフトウェアの深津が、務めさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。本日のアジェンダになります。まずイントロダクション、始めにということと、サーバー監視に必要なものですね。物理側の監視、仮想側の監視で、それぞれ使える、小ネタをちょっとご紹介させていただきたいと思います。で、さらに、今回監視の方、ザビックスを使わせていただくんですけれども、ザビックスが増えると、監視画面の方が増えてしまうので、これを一つにまとめる方法で、最後にログ監視の仕組みですね。ログ監視、ログ解析をどのようにやるかということをご紹介させていただければと思います。まずイントロダクションとして、弊社 NTT ソフトウェアではオープンスタックを利用した開発というものを SX バージョン、 E バージョンからやらせていただいておりまして、その中でも開発をする中で、常々監視であるとか、ログ解析というものが常に課題として上がっておりました。で、今回はこちらの課題につきまして、OSS 製品の組み合わせだけで、こちらの問題解消させていただいたので、こちらをご紹介させていただきます。まず、この監視システムを作るときに、まず何が必要かなということを、洗い出してみましたと。共通のものとして、まず作り込みはあんまりしたくないと。OSS 製品ですので、極力作り込まない。で、そして画面を一つにまとめたい。で、さらにクラウドなので自動化できるものは自動化したいというものがありますと。で、次に物理監視で何が必要かなと。物理監視では、リソース監視、ミドルウェア監視、サービス監視というものがオープンスタックを監視する上で、重要な要素になってきます。なので、まずこちらをご紹介したいと思います。こちらをですね、 OSS の組み合わせだけで実現いたしましたと。本日のキーワードですね、オープンスタックを監視する上で、オープンスタックは一つのアプリケーションとして考えてください。一つのアプリケーションとして考えることで、IaaS だから難しいとか思わずに、簡単に監視ができるようになります。で、さらに、監視する上で、仮想側、物理側、両方オープンスタック使うんですけれども、こちら、きっぱりと分けて考えてください。この分けて考えるということが、オープンスタックを監視する上で、重要な項目となっております。で、さらに分けて考える。分けて考えるということは、物理側の故障は物理側で検出しましょう。仮想側の故障は仮想側で検知しましょう。ということが挙げられます。で、最後に、ログ監視、ログ解析につきましては、EFK スタックプラスノリクラとザビックスというものを組み合わせて、ログ解析というものをやらせていただきます。ぜひこちらは覚えていただきたいと思います。で、まず物理側監視、物理側と仮想側分けて考えましょうということなので、まずここで、本日はここできっぱりと分けたいと思います。物理側といったら、赤い線より下側、仮想側といったら赤い線より上側のことを指すことになります。下側はミドルウェア、もしくはオープンスタックのプロセス、サービスが対象になって、上ではオープンスタックが作るものですね。 VM、ルーター、仮想ネットワーク、仮想ボリューム、こういったものが挙げられます。はい、本題になります。まず物理側で必要な項目、リソース監視、ミドルウェア監視、サービス監視というものが、必要になりますけれども、本日はミドルウェアとサービス監視、これを簡単に行える方法、こちらをご紹介したいと思います。ザビックスのある機能を使うんですけれども、ザビックスのユーザーパラメーターというものを使います。これを使うと何が嬉しいかと申しますと、他の OSS の監視製品、センスであるとかナギオスであるものが使われるんですけども、そこで公開されているプラグイン、こちらをザビックスの方でも簡単に使うことができてしまいます。こちらを使うとですね、例えばセンスのプラグインをザビックスの方で組み込ませてみました。例えば、ノバハイパーバイザーショーという、あるコマンドからその実行結果をザビックスの監視項目として設定したいと、いわゆるサービス監視になるものなんですけれども、ユーザーパラメータ、
ポインター、ポインター、レーザーポインター。まあ、このように、スクリプトを実行して、まあ、その戻り位置から、まあ、多くのコマンドなり何なりを使って必要なキーワードだけ抜き出します。まあ、今回の場合、起動している VM が1台なので、値が1って返ってきます。で、この1って返ってきた項目が、まあ、ザビックスの監視項目として収集が可能というものになります。まあ、こちら、ミドルウェア監視、サービス監視、まあ、両方とも使える項目なので、まあ、ぜひ覚えていただきたい項目ですね。で、これでサービス監視、ミドルウェア監視、まあ、両方できてしまうので、物理側の監視はこれでおしまいになります。さて、お次、仮想側の監視。仮想側の監視で必要な機能として、VM 作ったり消えたり作ったり消えたりっていうのが頻繁に起こると思います。まあ、その中、作ったら監視の設定をして、消えたら監視の設定を外すっていうことを、いちいち手でやってたら大変ですね。なので、こちらを自動化したいと思います。さらに、仮想資源の故障の見つけ方、こちらをご紹介したいと思います。まず前提として、監視サーバーどこに置きますか、ザビックスサーバーどこに置きますかっていう問題があるんですけれども、方法として2種類。ハイパーバイザー上、物理側にザビックスサーバーを設置して、仮想マシンの監視は物理側のザビックスで全て賄うっていう方法。もう一つ、プロジェクトごとにザビックスサーバー設置しますと。自分のプロジェクトの監視は自分のザビックスで行う。この2種類が挙げられます。今回はこの赤い方、各プロジェクトにザビックサーバーを設置して、で、そのザビックサーバーで VM、 仮想資源、仮想マシン、仮想資源の監視を行うという方法を取りました。で、ここで必要になる機能として、同じくザビックスの機能になるんですけども、自動登録機能、オートレジストレーション機能というものが使われます。これがどんな機能かと申しますと、ザビックスエージェントからザビックスサーバーに対して通知を行うんですね。私生きてますよ、生きてますよというか、私いますよという設定を。で、その時にザビックスエージェントの設定値としてメタデータっていう項目があるんですけれども、ここにある設定を加えておいて、サーバー側にもこの設定が入っていたらこういう監視項目で監視を始めますっていう設定をあらかじめしておくだけで、監視が自動的に始まるという、優れた機能になっております。本日こちらを使って VM の監視というものを自動的に監視対象に、ザビックスの監視対象に組み込みたいと思います。例として挙げるとこんな感じですね。ザビックスサーバー側に、もしメタデータが Web っていうものが来たら、テンプレートは Web のテンプレートを適用しなさいと。もしメタデータが DB だったら DB のテンプレートを適用しなさいと。こういう設定を組み込んでおいて、VM がどん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 できたとします。で、それぞれの設定、メタデータにそれぞれの値が入っていると、勝手にザビックサーバーの方で解釈して、監視設定に組み込んでくれる。オープンスタックでこれどのように実現するかと申しますと、事前にグランスのイメージに登録しておくだとか、 VM を起動する際 Nova のカスタムスクリプトを使ってデータを流すであるとか、あと、VM 立ち上げた後、パペット、シェフ、アンシブルなどを用いて、ザビックスエージェントとこの設定を設定するという方法ができます。こちらを要件に合わせて、用途に応じて、やり方は変えていただければと思います。さて、これで監視の設定、自動で監視をするということはできるんですけれども、問題は消す方、ザビックスの監視設定から消えた VM の設定を解除する方。こちらは同じくザビックスのネットワークディスカバリー機能というものを使います。本来、先ほどと同じように監視の設定を新しく追加する機能になるんですけれども、これを逆転の発想といいますか、逆に使います。で、今回、必要なのはパワーオフとデリートと、VM が故障したっていうのをあえて考えない、あえて分けて考えないということをします。なんで分けて考えないのかと申しますと、例えば電源オフ、もしくは VM を削除しましたってなったとき、
まあ、ザビックス側にもちろん通知上がりますね。なんか VM がおかしいぞと。で、オペレーターおかしかったら直しに行きますよね。で、直しに行かない場合、行かない場合っていうのは、まあ、自分で電源消したからそれは通知上がって当然だよとか、 VM 消したから通知上がって当然だよって、まあ、オペレーターは思うわけです。まあ、そういう時はずっとアラートが上がりっぱなし、ずっとアラートが上がりっぱなしということは、その監視対象から外しても、まあ、特にオペレーター運用者から見たら害はないと。まあ、もし故障だったらあのオペレーター頑張って直しますので、まあ、それ以外のパターンはとりあえず消えてもらいましょうと、ということになります。で、まあ、図で表しますと、まあ、ザビックスから見えてる状態ですね。ノード1から5番まで今監視でされてますと。で、仮にノード3が故障した、もしくは電源が落ちた、もしくは VM を削除したってなると、ザビックス側にアラートが上がります。で、このまま放置された場合、このまま放置された場合、ザビックスのネットワークディスカバリー機能によって、まあ、まず、まあ、このネットワークアドレス帯、このアドレスの範囲で IP の疎通が取れるかどうかっていうのを、まあ、ザビックスが行います。今3号機疎通取れない、疎通取れないぞとなったら、監視課対象から一回外してしまうと。まあ、ちょっと乱暴なやり方ですけど、まあ、これで監視対象から外れると。じゃあ、もし電源オフだった場合、もし電源オフで、まあ、しばらくしてしたら電源オンになった。そうなると監視対象から外れてるとちょっと困りますよね。まあ、先ほどのオートレジストレーション機能、自動登録機能を使うと返ってくると。まあ、再設定されると。監視対象に再設定される。まあ、こういう機能を使いまして、まあ、仮想マシンの監視登録、監視の設定解除というものがザビックスの機能だけで行えますと。で、次に仮想資源の故障、仮想資源だけが壊れた場合の故障の検知の仕方。まあ、よくあるのがこの仮想ボリューム全部使えなくなったとか、いわゆるハードウェア故障、まあ、こういうのは検知しやすいと思います。まあ、ただ今この赤い線がマウントしてると思ってください。この VM がこのボリュームをマウントしている、この VM がこのボリュームをマウントしていると思っていただいた場合、こっちはなぜか書き込めなかった、こっちは正常に書き込める、同じハードウェアに載ってる同じ場所にある資源に対しても、もしこのようなものが起こった場合、これどうやって見つけますか。まあ、これも至ってシンプルなんです。仮想マシンの監視をしていれば、こちら簡単に見つけることができます。例えばこの VM、 この仮想マシンに対して、まあ、こういう監視項目を設定してたとしましょう。まあ、生きてますか死んでますかの死活監視、あとプロセス監視、リソース監視、あとハードウェアの監視、SNMP 監視。で、今回はこのリソース監視、ディスク監視のところで、簡単に検知ができます。まあ、ディスクが例えば見えなくなった、書き込めなくなったっていうのをこのリソース監視のところでやらせておけば、まあ、この障害も、ここだけおかしくなったっていうのを見つけられます。もし他も故障ってなってたら、それはハードウェアがおかしい可能性があるので、まあ、一つだけおかしかったってなったら、仮想側の故障を疑ってください。はい、以上で仮想マシン物理監視、物理側の監視の説明でした。次なんですけれども、先ほどザビックスサーバーは各プロジェクトに立てますとお話ししました。まあ、これすると一つだけ困ることがあるんですね。一番最初にお伝えした画面を一つにしたい、これが実現できないんですよ。まあ、このようにやってると、まあ、こう、すみません、テナントって書いてしまいましたけど、プロジェクトですねが増えてくると、気づいたらザビックスのタブがなんかものすごいことになってしまうんですね。
で、我々運用者っていうのはこのずっとザビックス見てるわけじゃなくて、メール通知が上がったらザビックスを見に行くっていうことをやります。ただその時にメールで異常ですよって通知されても、どのザビックスだっていうところから探さないといけないんです。それはちょっと困りますよね。タブが10ぐらいなら探せると思うんですけど、100とか言ってくるともうちょっとしんどいので、ここで別のツールを使います。ここでホットホルっていう、同じく OSS の製品があるんですけれども、これを使用します。このホットホルを使うと何がいいことかと申しますと、ザビックスを一つにまとめてくれる。ザビックスの画面、例えばザビックス1、ザビックス2っていうのを一つの画面にまとめてくれるんです。なので、まず運用者はこの画面を見ていれば、ザビックス何番目がおかしなことになっているのかっていうのが一目で見てわかる。こちらで画面を一つにするということに、一役買っているわけですね。さて、ここまでのことを、まずまとめますと、物理側の故障は物理側でまず検知しましょう。仮想側の故障は仮想側で検知しましょう。さらに、オープンスタックのサービス監視であるとか、ミドルウェア監視につきましては、他の OSS の監視製品、センスであるとか、ナギオスが公開しているプラグインも有効活用することで、簡単に実現できます。で、仮想マシンの監視対象に自動的に追加するには、このオートレジストレーション、自動登録機能を使い、監視対象から外す場合、ネットワークディスカバリー機能を使いましょう。で、最後になりますけれども、ザビックス、複数のザビックスを使うと、一つにまとめ、画面を一つにまとめたいという要望が出てきますので、そちらはフォトホルというものを使って、画面を一つにまとめましょうというものが、サーバー監視についてでした。さて、お次、ログ監視の方法になります。ここでやりたいのは、もちろんログ収集、ログを可視化するということはもちろんのこと、ログ解析を簡単にやりたい。ログ解析を簡単にやって、さらになおかつ自動でやってくれたら嬉しい。自動で解析して通知まで上げてくれる。そこまで言ってくれたら非常に嬉しい。ということで、こちらをご紹介したいと思います。で、今回使う仕組みなんですけれども、ログの検索にはイラスティックサーチ、ログ収集にフレンドリー、ログの可視化にキバナを使っております。ここよくログコレクト、ログスタッシュじゃなくて、フレンド D じゃなくて、ログスタッシュというものを使っている人も、結構いらっしゃると思うんですけれども、今回はフレンド D を使っています。で、さらにここから下は皆さんご存じない可能性が高いと思うんですけれども、ログ解析にノリクラ、同じく通知にザビックスも使っています。まず上の3つだけ、イラスティックサーチ、フレンド D、キバナだけを使って、このログの解析、ログの可視化というものをやった場合、このように簡単に、グラフ化して一目瞭然だと、一目で見れば分かるというふうによく見られるんですけども、見て分かるっていうことは人が見ていないといけないんですね。例えばここグラフが動いたってなっても、見てる人がいないと気づかないわけですよ。なので、ここまず重要なのが、このグラフが動いたら検知する。こういう仕組みがまず一つ重要になってきます。さて、そこで使うのリクラ。ノリクラって何よって思う人、結構いらっしゃると思うんですけれども、ここ公式サイトから引っ張ってきた文言になるんですけれども、スキーマレスストリーミングプロセッシング with SQL。 簡単に言うと、スキーマレスで SQL 解析ができる、OSS 製品です。こちらを使ってログ解析のところをやらせてみたいと思います。もうちょっと仕組みのところを簡単に説明いたしますと、ログがひっきりなしに流れてきます。左から右に流れると思ってください。で、その時に、ある一定の時間だけ切り出します。例えば1分とか2分とか5分とかで、ここで切り出したログに対して SQL 文で解析をかけます。 SQL に一致すれば、なんとかとか、
SQL のこういう条件に一致するのが何件あったとか、そういう解析をさせてあげて、まあ、終わ解析が終わったらそのログは捨てる、バサリ捨てる、でまた最初に戻るということをやってくれるものですね。ストリーミングストリ SQL ストリーミング解析というものです。で、これを使った、まあ、簡単な構成になるんですけれども、オープンスタックの入っているところに、まあ、フルエンド D ログ収集用のツールを入れますと。で、監視サーバー側にも、まあ、受け取り用のフルエンド D ログを受け取るフルエンド D を用意します。で、そこから、まず、まあ、同じくイラスティックサーチとキバナに、データを流すのはもちろんのこと、同じデータをまずノリクラに流します。まあ、ここでノリクラに流すと、SQL 解析というものをやってくれます。で、同じくファイルにも入っているんですけど、まあ、これはあのバックアップ用です。まあ、念のためですね。さて、この構成使えばあの皆さん簡単にインストールできるんですけれども、まあ、一つの問題がありまして、まあ、作るだけじゃあのこのシステムあんまり使えないんです。まあ、大切なのはここのノリクラのルールをいかにして作るか、どうやって作るか、まあ、ここが重要になります。まあ、我々の場合、E バージョンからあのオープンスタック開発に携わらせていただいているので、まあ、そこからのノウハウをもとにして、あのログリストというものを我々は作っております。まあ、このログリストなんですけれども、例えば、このログとこのログが一緒に出たら、なんか問題が起こってるとか、このログ単体なら問題ないけど、もう一つ別のログが一緒に出てきたら、なんか危ないぞと。あと同じくエラーログなんだけど、別にエラーなんだけど無視していいと、まあ、そういうものをあの一覧化しているものになります。まあ、こちらの我々が開発に携わっているあのそれぞれのバージョンで作成しておりまして、まあ、それをもとに今ノリクラのルール作りというものをやらせていただいております。まあ、大切なのはもう一度言いますけれども、まあ、いかにしてこのルールを作るか、まあ、それがこのログ解析システムを作る上であの大切なことになります。さて、今回ご紹介いたしますのは、2つの例をご紹介いたします。まずあの冒頭でお伝えしましたグラフが動いたら検知するという仕組み、でもう一つはあのパターン化されたエラーを見つけたいと、まあ、いわゆる今までの運用者が例えばこのログが出たらこういう障害パターンですよっていうのは、オープンスタックの開発に携わっている人なら分かるものがあったとして、まあ、それを新しい人に教えるときに、まあ、いちいち一から説明したので大変だと。なのでパターン化してしまいましょうと。パターン化してしまえば同じエラーはもう簡単に検知できる。同じエラーの解析に時間をかけることはないということ。こちらの2点をご紹介したいと思います。まず1つ目、グラフの変動を検知する方法。まあ、今回、例に挙げますのは、キーストーンに対するドス攻撃。まあ、よくあるブルートフォースアタックとか、ディクショナリーアタック。まあ、そういうものの攻撃を受けたとき、まあ、キーストーンとしては常に401エラー、認証エラーのログを吐き続けるんですけれども、キーストーン側はこの認証エラー、ドス攻撃に対する防御策というものを持っていないので、まずこちらを検知する。検知するっていうのをまずやりたいと思います。まあ、いわゆるあのユーザーがこうグラフを見てれば、今までのイラスティックサーチ、フルエント D、キバナだけで、まあ、人が見てればこうグラフが動いたっていうのを見つけられるんですけれども、まあ、今回ノリクラさんにこのグラフが動いたら通知を上げてねっていうのを設定してみたいと思います。まあ、こんな形で、例えばノリクラの設定になるんですけれども、まあ、同一 IP アドレスから、まあ、一定時間に401エラーが何回以上起こったら。っていうふうにルールを設定してあげます。で、そして、この後キーストーンに対する、まあ、偽のユーザー ID を利用して、キーストーンのトークンを取りに行こうとすると、まあ、当然、いっぱい401エラーが返ってきます。で、これをザビックス側は、このように検知します。まあ、簡単にキーストーンはザアタックと、まあ、ノリクラの通知を受けてザビックス側になんかキーストーンが攻撃されてるぞということが通知される。
シンプルにこのルールだけでキリストの攻撃が見つけられる。で、まあ、シンプルな例になっております。さて、もう一つ、パターン化されたエラーを見つけたい。一回解析したログ、もう一回簡単に見つけましょう。例えば、ログ A とログ B が同時にできたら、事象 C ですよと。エラータイプ002番の事象です。っていう場合、例えば、これもしこの乗鞍使わなかった場合、まあ、オペレーターは、まあ、例えば、ノバブートに失敗した。ノバブ、VM の起動に失敗した。ってなったとき、オペレーターまず、まあ、これ例ですけど、まあ、いっぱいログを見ないといけない。ノバ API のログ、ノバコンダクターのログ、ノバコンピュートのログ、まあ、その他いろいろ。まあ、いろいろ見ないといけない。まあ、これ見るためには、まずログを見るっていうスキルが必要になります。まあ、このスキルを身につけるだけで、まあ、ちょっと時間がかかってしまう。新米のオペレーターには大変ということなので、これを乗鞍にやらせてみたいと思います。例えば今回の例、ノバブートするときにフレーバー、使用するフレーバーが、メモリーが実は大量だったと。10ギガのメモリーで VM を作ってみたいと。ただ、ハードウェア上、ハイパーバイザーには10ギガのメモリーは存在しないと。まあ、当然エラーになりますよね。その当然エラーになるんですけれども、まあ、ホライゾンから実行すると、まあ、なんか起こったぞと。なんか失敗した。でも、利用者から見たら、失敗したしかわからないんですよ。詳細を見てみると、まあ、ここに500、まあ、サーバー側、よくあるサーバー側のエラーということで500エラーっていうのが返りますけれども、それしかわからない。利用者から見たら、何が悪かったの？まあ、もちろんお電話がかかってくるわけですね。なんか VM 作れなかったんだけど、どうなってるの？と。で、電話がかかってきて、オペレーター、もしこの乗鞍がなかったら、先ほどのログ、ノバ API のログ、ノバコンダクターのログ、ノバコンピュートのログ、まあ、その他いろいろのログを読んで、この事象を解決しようとするんですけれども、まあ、この事象自体、分かりきってるわけですね。メモリー、使ってるフレーバーのメモリーが、まあ、多すぎだと。まあ、そういうとき、まあ、ログとしては、まあ、Too Many Memories っていうログが測れるんですけれども、この Too Many Memories っていうログと VM の作成に失敗したっていうログを同時に出たらっていう乗ルールを書くと、まあ、Zabbix の方に、まあ、Nova Boot Error Type 002。まあ、ここのメッセージ自体好き勝手変えられるので、例えば、ノバブートエラー、オーバーメモリーであるとか、まあ、メモリー使いすぎですよとか、まあ、設定してあげれば、まあ、オペレーターも電話がかかってきたとしても、該当時間のザビックスを見てあげれば、まあ、何が起こったのか簡単に分かる。解析する必要がないと。ということができるようになります。まあ、こちらの2点で、本日のノリクラの、乗鞍を使った例というものは以上になります。で、フューチャーアクションとして、まあ、我々SX バージョンからオープンスタックを利用しておりますので、まあ、こちらで培ったノウハウというものを乗鞍のルールに役立てようと、乗鞍のルール作りに、今後も活用させていただくという形を取りたいと思っております。で、最後にお知らせなんですけれども、NTT グループの S14 ブースで、29日13時半から本日のログ解析システムについて、まあ、乗鞍を使ったログ解析システムについて、まあ、デモンストレーションを行いますので、まあ、もしよろしければいらしてください。以上です。ご清聴ありがとうございました。何か質問ございましたら、この場でもいいですし、後からでも構いませんので、まあ、私の方にお声掛けいただければと思います。以上です。ありがとうございました。